こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、見てよこの曇りの空。いや、最高に涼しい。いや、8月でね、こんなに涼しい日があるなんてね、嬉しすぎてね、今日はね、ちょっとね、ニヤニヤが止まりません。いや、いつもね、車撮影してる時って、だいたいカンカン照りのね、地獄のような暑さで、日々ね、日焼けとの戦いをしながらね、汗だくになりながら頑張ってるわけなんですけど、今日はね、こんなに気候のいい日でね、毎日これだったらいいのにって思っちゃうけど、でも海とかプール行くならカンカン照りの太陽であってほしいし、難しいところだね。結局人間ってわがままなんだよなって感じです。で、今回ご紹介する車なんですけど、なんと色気がたっぷりのね、ムンムンボディをしてるね、素敵な車なんですよ。皆さんなんだかわかりますか？はい、ということでね、それじゃあ早速ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する車、こちらです。じゃじゃーん、マツダ3ファストバックでございます。イエーイ。これね、初めて見た時も思ったんだけど、こんなに色気のある車あるってぐらいね、ボディラインがとっても素敵なんですよ。今回はこちらの車、マツダ3ファストバックについて、魅惑のボディだけでなく内外装にどんな秘密を込めているのか詳しく見ていきたいと思います。今日も頑張ります。はい、ということで今回はマツダ3ファストバックを紹介していきたいと思います。今回は関東マツダ南浦和店様より車をお借りしております。撮影ご協力いただきありがとうございます。マツダアクセラの後継者として登場したマツダ3なんですが、新世代商品群の第1弾ということで、プラットフォームやボディ構造、そしてサスペンションなどの技術が大きく変更された1台で、販売当初かなり話題になった車でもありますね。マツダ3はファストバックとセダンタイプの2種類のボディタイプが設定されております。今回はファストバックタイプの中でもグレード 15H ツーリングをお借りしております。車両本体価格は税込238万2600円からとなっており、セダンタイプはマニュアル車の設定がないのですが、オートマ車についてはファストバック、セダンタイプともに同じ価格設定となっております。250万以下の設定もあり、かなりお値打ちに感じますよね。エンジンはスカイアクティブ G1.5 が搭載されたモデルで、最高出力は111馬力、最大トルクは146ニュートン。燃費は WLTC モードでリッター 16.6 キロです。ボディサイズは全長4460、全幅1795、全高1440、ホイールベースは2725、最小回転半径は 5.3 メートルです。ファストバックはこの滑らかなサイドラインが目を引くデザインで、見ていて飽きのこない美しい造形が特徴となっておりますね。それでは早速詳しく見ていきましょう。はい、ということでね、まずはお顔チェックしていきたいと思います。じゃじゃーん、フロント全体はこんな感じ。まあやっぱりね、フロントを見た時にパッとマツダさんの車だっていう感じはすごくしますよね。あとはですね、この車グリルの下の部分からフロントライトにまたがってシグネーチャーウィングが綺麗に引かれてるんですけど、このブラックがまた綺麗なんですよね。徐々にね、太くなっていく感じ、本当に翼のように感じられますよね。グリルも少し大きめに作られていることもあって、マツダさんのエンブレムも結構大きいサイズになってるのかなと思います。バンパー部分なんですけど、こんな感じでね、あのシグネーチャーウィングと同様に黒塗りになってるんですけど、ボディカラーとの色の違いがはっきり出てると思うんですけど、とってもかっこよくないですか？で、フロントライトについてはこんな感じでね、このシグネーチャーウィングから伝わって綺麗なラインが描かれてるんですけど、とってもシャープでかっこいいですよね。で、瞳の部分についてはしっかり丸型になっていて、なんかこうやって正面に来るとね、ちょっと目が合っちゃったみたいなね、そんな気持ちになりますよね。じゃあ実際にライトを点灯させていきたいと思います。はい、ということでね、お次は横顔チェックしていきたいと思います。じゃじゃーん、サイド全体はこんな感じでございます。いやー、とっても綺麗なハッチバックタイプをしてるんですけど、体のラインはね、とっても美しいんですよ、この車。このね、後輪にかけてのね、このカーブを描いていくようなライン、
とっても綺麗じゃないですか。このね、松田さんらしいカラーのソウルレッドがね、さらにね、魅力を感じさせてくれるポイントではあるんですけど、いやー、とっても綺麗なボディをしてますな。こんなこと人に言ったらセクハラって言われちゃうけど、車になら存分に言ってもいいよね。で、あとはですね、この車、ドアハンドの形も結構特徴的だなと思っていて、こうやって見てみると、鍵穴がないように見えると思うんですけど、実はここを開けてみると、内側にいます。で、こんな感じでね、鍵穴を隠してくれるようなデザインになってるんですけど、これがまたとってもおしゃれだなと思うポイントなんですよね。はい、ということで、タイヤ部分に来ました。で、この車のタイヤサイズは215-45-18 で、18インチホイール入っております。いやー、このホイールのスポークがね、とっても太めに作られていて、洗車がしやすそうでいいなと思っちゃうところがダメですねで、あとはね、このホイールのカラーもね、ちょっとガンメタっぽい感じ、足回りもしっかり高級感を感じられる作りになってるんですよね。はい、ということでね、お次はみんなが大好きお尻チェックしていきたいと思います。お尻、じゃじゃーん、お尻全体はこんな感じ。いやー、やっぱりね、この車なんといってもお尻部分が魅力的なんですよ。このハッチバックタイプということでね、こんな感じでね、結構丸々としたお尻をしてるんですけど、これがね、サイドに行くとね、こんな感じで結構ね、こう段々になってる感じ、すごく特徴的な形をしてると思うんですよね。これが魅惑のお尻ってやつよ。で、テール部分についてはこんな感じです。もうこれはね、マツダさんのアイデンティティと言いますが、やっぱりマツダさんらしい形をしてるかなと思うんですけど、で、これ実はですね、ここがウィンカーランプになっていて、こちらがバックギアに入れた時のライトになってるんですよね。これがちょっと変わってるかなと思います。実際に点灯させてみましょう。このね、バンパーのあたりなんですけど、これはディフューザーって言っていいのかな、こんな感じでね、しっかりついてるわけでございますよ。しかもね、これ内側が網目の形状をしていて、しっかりね、空気の通り穴になってるわけなんですよ。なんかね、こういうポイントを見ると、あ、やっぱり走りにこだわる松田さんの車だなっていう感じがするんですよね。個人的にはちょっと嬉しくなっちゃいますね。まあもちろんなんですけど、しっかりマフラーもついてるわけでございますよ。左右1本ずつのね、2本出しマフラーになっていて、これまたかっこいいんだな。この車ディーゼル車ではなくガソリン車なんですけど、このエンジン音もね、なかなかいいんですよ。ちょっと聞いてみてください。次はトランクルームご開通したいと思います。おお、さすがはハッチバック。じゃじゃーん、開けてみるとこんな感じ。いやー、広々してますね。さすがでございます。で、結構ね、後部座席を倒してなくてもこれぐらい容量あるんで、トランクルーム2つも余裕ですし、ゴルフバッグも頑張れば2つ入るんじゃないか。じゃあちょっとね、後部座席を倒して車中泊チェックしていきたいと思います。じゃじゃーん、後部座席を倒すとこんな感じ。いやー、広々しすぎじゃないか。しかもね、つなぎ目のところもね、意外といい感じ、あまり段差がなさそうなんだよな。いや、なんか高さそんなにないかなと思ったけど、意外とある気がする。じゃーん、こんな感じよ。なんかね、ここのね、つなぎ目についてもしっかりカバーがついてるおかげで、段差をあまり気にしなくても済むというね、松田さんの優しさを感じる作りになってる気がするんですよ。はい、それじゃあね、エンジンルームご開通していきたいと思います。想像より重かった。エンジンルームはこんな感じでございます。いやー、松田さんらしいね。こんな感じでね、しっかりね、エンジンカバーがついてるわけなんですけど、今回は 1.5 リッターのガソリン車モデルになるので、スカイアクティブ G と記載がありますね。で、エンジンなんですが、水冷直列4気筒エンジンが搭載されており、最高出力は111馬力、最大トルクは146ニュートンとなっております。はい、ということで、お次は気になる内装チェックしていきたいと思います。運転席お邪魔します。よいしょ。おー、
おお、これまた大人な内装なわけですよ。お邪魔していきます。よいしょ。じゃじゃーん、乗り込んでみた感じはこんな感じ。いや、まずステアリング周りからね、結構大人な印象を受けるんですけど、かっこよくない？なんかね、しっかりステッチもついてるんですけど、ステッチがあまり主張してこない感じで、あとはこんな感じでね、メッキもついていて、でここはクロームメッキになってるのかな。ただこうやって全体を見た時に結構シックな感じ、なんだかすごくシンプルにまとまっていて大人な印象なんですよね。はい、ということでね、それじゃあ早速エンジンかけていきたいと思います。でエンジンのスタートボタンについてはステアリングの左後ろについております。こちらですね。はい、ということでこちらのボタンをポチッとな。結構いい音するでしょ。はい、ということでね、メーターなんですけどこんな感じ。中央には速度メーターがあり、左側にタコメーターで、右側にはガソリン残量と水温計がついております。であとはですね、ここ中央にはしっかりモニターがついており、マツダコネクティッドが搭載されております。こんな感じでね、自分の居場所がしっかり見れるんですけど、やっぱりねこの車ナビの位置がね少し奥まってるんですよね。これはこれでデザイン性高いとは思うんですけど、なんせね、ナビがね、言うほど大きくないので、もうちょっと手前に持ってきてくれてもよかったのかな？でもね、このナビ自体はね、結構私好きなんですよ。ここのね、操作ボタンで操作するんですけど、これがね、なかなか使いやすい。まあ実はね、この車、ここの下のボタンを使うことを想定してるんで、タッチには対応してないんですよ。こんな感じ。タッチしないことを考えれば、奥まったとこにあったとしても操作性については問題ないのかな。で、あとはですね、この車エアコンの吹き出し口がちょっと特徴的で、こんな感じ、助手席側にしっかり2つついてて、で逆に運転席側についてはこちら、じゃじゃーん、メーターの隣についてるんですよ。なんで右左左右どちらもメーター周りについてる感じなんですよね。で、あとはですね、下の部分についてはこんな感じでちょっとした小物を入れられるスペースもあって、その手前にはドリンクホルダーが2つついております。で、あとはシフトレバーについてはこんな感じ。いやー、これがねまた触り心地よくってスリスリしちゃうわけでございますよ。で、このねシフトレバーの操作感もいい感じですね。このマツダさんってマニュアルモードのプラスマイナスが、プラスが下でマイナスが上なんですよね。これがね、ギアを上げようと思って間違えてマイナスにしちゃいそうな感じがしてね、これはもう慣れの部分だなぁとちょっと思うとこはあるんですけど、まあこんな感じです。で、走行モードをこちらで変更することができて、で、今はノーマルモードなんですけど、こちらをスポーツモードに変えると、下にスポーツと表示が出てきます。で、あとは電動パーキングブレーキとブレーキホールドボタンもついております。はい、ということでね、それじゃあセンターコンソール開けていきたいと思います。で、このセンターコンソールちょっと特徴的で、これ上に開けるのではなく、こうね下にねスライドしてあげるんですよ。おー、こんな感じ。いや、スペース結構ありますね。しかもね、こんな感じでね仕切りまでついてるっていうね。で、こちらについては USB の差し込み口が2つついており、なんとその上には HDMI の差し込み口もついてるんですよ。これは素晴らしい。で、シガーソケットの差し込み口ももちろんついております。じゃじゃん。はい、で、シートについてはこんな感じでございます。これがね、シートのカラーがちょっとね、内側と外側でカラーが変わってるんで、これがまたおしゃれポイントだなと思います。結構ね、内装自体はシックな感じなんですけど、こういう細かいところのおしゃれポイントはしっかり出てるんですよね。で、座り心地もね、なかなか良きでございます。はい、ドアトリムの周りはこんな感じですね。で、ここのね、ドアハンドルのメッキにつながるように、こんな感じでしっかり加速が入ってるわけなんですよ。これがまたおしゃれですね。あとはウィンドウボタン周りについてはこんな感じ。このパネルがね、しっかりピアノブラックになってるのがね、高級感あっていいと思うんですよね。はい、ということで、それでは運転席からの視界をチェックしていきたいと思います。じゃ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 ーん。どうかなー？どうかなー？ハッチバックタイプだからなー。結構いいんじゃなかろうかー？良き。良きです。悪くないですね。
まあまあさすがと言いますか。まあ松田さんってデジタルインナーミラーを採用してないんで、こんな感じでね、物理ミラーを見るしかないんで、特にね後ろの視界って大事なんですけど、今回の車については問題なく見れそうですね。でちなみにバックギアに入れた時はこんな感じです。このね360度アラウンドビューモニターが動いてくれるのはとってもありがたいですよね。見やすいです。やっぱりね内装全体はすごくシックにまとまっていて大人な印象を受けるんですけど、それでもねポイントポイントでここは高級感あってほしいってとこは抑えられてるんですよ。やりますね松田さん。はい、ということでねお次は後部座席乗り込んでいきたいと思います。お邪魔します。よいしょ。おお、後部座席もまた結構シンプルな感じかな。お邪魔しまーす。よいしょ。ふじゃーん、乗り込んでみた感じはこんな感じ。運転席のシートを私の運転ポジションに合わせてるんで、少し今前の方にあるかなとは思うんですけど、まあでもそれでもねかなり足元はスペースあるかなと思います。でシートについてもこんな感じ。まあ、運転席助手席同様にねこんな感じ、少し色合いが変わるようなデザインをしてるんですけど、ここはおしゃれですよね。じゃあちょっとアームレスト出していきたいと思います。よいしょ。ほい。あ、アームレストは結構シンプルですね。ドリンクホルダーのみついております。個人的にねちょっと寂しかったのはね、ここセンターコンソールの裏側なんですけど、エアコンの吹き出し口すらついてないのはねちょっと悲しかったかな。まあこの価格帯の車で言ったらね、そこまで求めるのは鬼だよって言われちゃうかもしれないんですが、ちょっと寂しいポイントかなと思いました。はい、で皆さんが気になる後部座席の高さのところなんですけど、161センチの私が乗って拳 1.5 個から2個いけるかなって感じです。日本人の標準身長ぐらいの男性であれば問題なく座れるレベルかなとは思います。あまり窮屈さを感じない空間作りっていうのはさすが松田さんだなと思うんですよね。はい、ということでね今回は松田3ファストバック紹介させていただきました。いかがでしたか？いやー、外装のねこの色気ムンムンな魅力はもちろんなんですけど、内装については結構大人な感じで、やっぱり松田さんらしく高級感漂うコスパ最強のモデルっていうのが伝わってくるんですよね。いやー、松田さんの車にはね特に内装のコスパにいつも驚かされてるわけなんですけど、今回もねやっぱりまた魅力あふれる車作ってくれたなという感じです。で今回は松田3の中でもファストバックを紹介させていただいたんですけど、もう一つセダンタイプもあるのでね、そちらもねまたファストバックとは違う魅力を感じられる素敵な車に仕上がってるんだなと思います。いやー、このマツダ3がねこれからもどう進化し続けるのか私も楽しみでなりません。はい、ということでね今回はこちらのマツダ3ファストバック紹介させていただきました。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。